ボンジュー、皆さんこんにちは。オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセ講師の安子です。今日も皆さんにとても役に立つフランス語の表現をご紹介いたします。人前でスピーチをするときって緊張しますよね。そんなとき、私は緊張していますってフランス語でどう言えばよいかご存知ですか？ J'ai le trac.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  と言います。直訳すると、私はおじけを持っています。で、緊張していますという意味で使われますよ。ぜひ緊張しているときに使ってみてくださいね。さて、もっとフランス語を勉強したいという方はアンサンブルのレッスンでお待ちしています。それでは、アビアントー。